こんにちは、セイラです。コミです。ココです。今日は抜き打ち女子力が高いカバンは誰だ。必要最低限の面白くない。そうそうそう。はい、今日はちょっとエバーグレーズに来てます。はい、3人のカバンの中身をチェックして、一番女子力が高い人は誰かをチェックしたいと思います。はい、はい、じゃあ皆さん今日のカバンを持ってきてください。あのポーチ、ポーチというか小さいやつ。あ、小さいやつのチェック。そうそうそう。あ、よかった。あの入れてたけど出してたもの入れていい？ダメ。そういうの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 ダメ。私が用意したカバンは、はい、この3コインズのカバンです。しかもここみちゃんこれ1個、これ1個で生きていきたいと思やば。はい、みんなはね一応さ他のカバンとか持ってたの。リュックとかキャリーケースとか持ってきたよね。ココミちゃん本当にこれだけというね。はい、一つ目、あ、スマホそこにあるけど、はい、スマホはもう持ってきました。はい、二つ目、お財布。はい、これ小銭は入ってない。小銭入ってないの？うん。で、これお賽銭用の小銭、うん、はい、この中に全部入れました。はい、何取り出すの？ダメだよ、持ってっちゃおう。持ち普段は持ち歩かないけど今日なんか入ってました、うん、じゃあ、え、ダメだよ。え、スマホはなくていい。スマホいらないよ。はい、一応ね、これえ、ダメだよ。じゃあ私も追加してる。ね、うるさいんだけどあ、リップ。はいはい、リップグロス。うん、私のなんだけど、ね、おっと、え、これ私の、ね、このリップグロスは私のなんだけど、裏切りのポケットに入ってたからさあのみんな朝使いたいかなと思って車から出して入れたわけよ。あ、そうなんだね。でもこれ私さっき使ったよ。はい、ティッシュそれさっきママがお配りしたティッシュ。そう、マナか違う、スイカね。スイカスイカスイカ。ガブリちょそれなんかずっと入ってるよねまた機会があれば、機会があればラスト、粉々になったアルフォート。食べて、食べてみる。それ食べてっていうか、やば、これお皿に乗せてあのスプーンで食べようかなと思ってます。それなんで持ってくんの？抜くとさ、もう食べないみたいになっちゃうじゃん。もう3年後に発見みたいになっちゃうから。いや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 、入っててもそうじゃん。入っててもそうじゃん。じゃじゃーん。まあこの3つがあればさ、携帯があればどこにでも行けると思う。確かに、確かに。リココちゃん、カバンを見せてください。まず、じゃん、これも1個あるね、本当に間違えてね、2個注文しちゃった。かわいくない？おしゃれ。これちょっと私してはでかすぎてちょっと使えない。そう、これくらいがちょうどいい。いや、このくらいがちょうどいいっしょ。あ、それがちょうどいい、うん、はい。お、除菌でかくない大きいね。2つ目、ティッシュ。お、女子だね。え、水色と水色。いや、それさっきママがお配りしたの。緑ね。財布、ね、ちょっとさ、そろそろ財布変えようかな。うん、変えたら。2年ぐらい使ってる。そうなの、可愛いじゃん、これね。可愛い。昔好きだった恐竜。あ、女子だね。大好きです。はい、はい、ロマンドのリップ。およっあ、これは小銭で、小銭。あ、ラスト。はい、じゃん、リップです。めっちゃ可愛い。うん、以上？以上っていうか、まだあの、ほぼ爪が入ってる。ほぼ爪が入ってる。出してください。そのまま入ってるパターン。大人ですね、この爪。爪です。本当はスイカも入ってるけど、うん、出しちゃった。見せます。いいわ、大丈夫大丈夫、スマホ見せてないから大丈夫。ってことでこちらになってます。はい、はい、耳赤い。ちょっと赤い。緊張してる。何に緊張してんの？はい、まず一つ目が、はい、財布。はい、財布パンパンですか？探り出して大きいもん。次、じゃーん、これはマナカと1000円とネイルチップのシールと1円と学校の自習室みたいな
ところに入るためのQR コードピッてやつが入ってます。へー、魚眼レンズ。あ、そう、めっちゃ漏れるよ魚眼レンズ。次、じゃーん、消毒液。お、あ、私消毒液本来ならあるんですけど車に落ちてそのままにしてしまいました。じゃあ、できて続いて、じゃん、ティッシュ。自ら用意しました。はい、次、じゃーん、アンドハニー。これないと本当にお腹が目立つというか。あ、アホけどね。これないとも生きていけない。自分もさ、ハニーが欲しい。めっちゃいい匂いな。皆さん、買いなさい。買いなさい。次、はい。はい、バイキンマンの前髪クリップが入ってました。はい、はい、次、よよよいいですよ、いいですよ。お年玉、これずっと入ってる。ほんと、お守りのように入ってます。そう、以上かな。え、なんか入ってそうねえ、ちょっと待って。なんか入ってそうだから出してあげて。あ、なんかシャラシャラいってるよ。ゴミが出てくるんじゃない？ユミランのチケット。はい、次、じゃーん、スタバのレシート。何それ。ストロー。スタバのストローのゴミです。なんで持って帰ってくんのって。爪が2つしかも2つだけ。マジでゴミですか？親指と小指なんで2つだけなの？取れたの？もう空っぽですか？あとは、はい、空っぽですね。波は以上ですか？はい、あとリップとか櫛とかがいつも入れてんの。リップと櫛を今日出しちゃった。残念。あそこにある。残念。あとリップとか入れてんのに今日はメイクポーチ丸ごと持ってきたから、うん、そう、いや、何もメイクなかった。残念。はい、セラちゃんこちらでした。こんなんなんかちょっとゴミがなかったらね、いい勝負だったなと思うんだけど。一番女子力が高いのは誰だ。いつもは消毒液絶対に入ってます。ちょっと普段のやつでも今日は車移動のやつちょっと落としちゃって、まあ、これはでもあの抜き打ちだから仕方ないね。そうさ、普段もっと女子力のにさ今日抜いちゃったね。やっぱ、うん、そういうのにあそこにあるのね。こちらの女子力が高いのはここみちゃんでしょうか？ないないない。あるわけない。でもありそう。何？セイラちゃんでしょうか？私に決まってんだろ。ないないない。リココちゃんでしょうか？爪チェックで入れる人ないな。はい、女子力高いのは普段これないです。普段それないよね。スイカと鏡があれば。本当ティッシュなくてリップもなくていつもはこれとあと消毒液で済むんです。じゃあげんとりあえず結果発表しましょう。学校の時はいいよね。はい、一人だけガチじゃん。セラちゃんでしょうか？一人だけで金地獄ちゃんでしょうか？地獄ちゃんでしょうか？ココミちゃんでしょうか？あー、もう普段ならもっと自信力高いよ。私も私も一番感じなさ、櫛とかが決定ですか？ちょ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 、もういいよいいよ、どうぞどうぞ。結果発表。いいさっき出たんですよ。じゃーんってしたでしょ。どうぞ、私が変なタイミングでしょ。リココじゃーん。女子力高い1位はリココちゃん、おめでとう。いや、普段だったら私が1位だった。いや、私の方が1位。え、だってさ、これとこれとさ、これないんだよ。いや、それないってこそ女子力じゃない？消毒液、うん、でも櫛は絶対、この100均の櫛、常に櫛ありますと、クロミちゃんの鏡と櫛がついたやつは絶対普段持ち歩いてる。でもさ、うん、せいちゃんさ、ゴミがなんか汚いね。ゴミがさ、まあ、とりあえず一番いいのはコンパクトにすること。だからこのくらいのカバンが一番いいということが分かりました。このカバンでかすぎ、でかい、でかくない。今日のところはこの辺で、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。 Twitter、 インスタ、 TikTok のフォローと LINE の追加もよろしくね。バイバーイ。